皆さんこんにちは、今日も誘ってんじゃん TV をご覧いただきありがとうございます。今日は3月20日なんですけど、愛媛 FC は長崎とリーグ戦を戦います。そして森脇今シーズン初めてベンチに入りました。よいしゃーよいしゃーとよっしゃーとなんかいろいろ混ざっちゃったな。もうごめんなさい。本当に嬉しいですね。ここまでね、怪我もあったりいろいろコンディションが上がらない中で、過ごしてきましたけど、まあようやくメンバー入ったということで、今日からまたねチームにピッチの上でしっかり貢献できるように戦っていきたいなと思ってます。今日の長崎はルヴァンカップでも敗戦している相手なんで、とにかく勝利あるのみだというふうに思ってます。そしてホームでね戦えるゲームなんで、何としても勝利を収めて、ファンサポーターの皆さんと試合後は笑って喜びを分かち合いたいなと思ってます。天気はちょっとよろしくはないんですけど、そういう寒さとかね、雨を跳ねのけるぐらい熱い試合をしたいなと思ってます。それでは皆さん試合に行ってきます。今シーズン初めて出ることがあったら頑張りまくるぞ。行ってきます。頑張るぞ。どうやって繋がってるこのマイク、Bluetooth で繋がってんの、はい、つけてるだけで声が反応するってこと。なんか反応するかやってみる。森チェック森チェック森森森森わきわきわき、いい音で聞こえてんのかな俺。オフ、ちょっと違いましたね、ごめんなさい。もうこのマイクはいいんですよ。マイクはいや本当に、いやー悔しいね。もう今シーズン初めてベンチにそう入った中でのゲームでしたけど、まあ試合にもね残念ながら出ることできなかったから、悔しいは悔しいよね。チームも負けたし、まあ、こういうゲーム展開でもね、監督のまた信頼を得て使ってもらえるように頑張らなくちゃいけないですわ、まあでもコンディションは徐々に上がってきてるんで、怪我でここまで苦しんでたけど、まあまあしっかりコンディション上げて頑張ります。どうなんですかやっぱ、J3 と J2 でいうと。やっぱりそのなんていうのかな、やっぱチャンスを作られたらそれがやっぱりピンチになる、その決定機を作られるっていうのが J3 一個こうステージが上がった中での高いレベルかなと。例えば J3 だったら、ピンチになりかけるところで相手がミスしてくれたりとか、シュートチャンスでね、それをミスしてくれたりっていうのがあったと思うんですけど、やっぱ J2 はそれを仕留める、もちろんミスもあるかもしれないけど仕留める技術はより J3 よりかはやっぱり上がってるなっていうのはありますね。だからそこでどう防ぐか、またこっちもチャンスを今日の試合もねたくさん作ってたんで、それをどう決めるかっていうのが、まあ、一つ重要かなっていう。そうですね、チャンスをどれだけこうものにしてっていうのはね、これからの戦いは非常に重要ですね、って感じですね、いや本当そうだから今日もね、まあ、内容は全く引けを取ってないし、
むしろ堂々とした戦いぶりだったんで、まあ、これを続けていって、ね、やっぱりシュートを枠に飛ばすっていうね、まあ、それは練習何回もしたからできるわけでもないと思うんですけども、力がやってくれますよね、力、頑張りましょう、頑張ろう、ね、ちょっと、うん、プロは切り替え大事なんで、いや本当そう、ね、中3日でしょ、そうだからしっかり力が、やるからいいね、確かに、まあ、すぐ取り返せる、確かに、つけられたのよ力、俺も YouTuber みたいな、そうそう、つけられたのよ急に、力がしっかり4年やってるからね、初めてついたよこれまあでも力がしっかりねリカバーして、ちょっと僕自身はね、あのコンディションまた、うん、上げれるように練習頑張りますよ、お願いします、はい、頑張ろう力、靴入れてるらしい、いやそう、シューズケースこれは完全いいよね、色も頑張りましょう、またよっしゃ、ありがとう、またね、ありがとう、ありがとうじゃないね、ありがとうございます、また頑張ります、あたす、これ外してもらっていいですか、佐藤さん、これここまで撮ってるんですね、ありがとうございました、いつ撮っていいか分かんないです、ファンサービス行ってきます、はい、よっしゃ、ま、マジック、ドイちゃんマジックいい、あ、一個でいいですか、ごめんなさい、はい、もうそれで終わりです、もうバス出ます、はい、バスが出ます。次ね。背中大丈夫？取り分けて。バスが出ます。Yeah.